ちは、かいこじです。今日はですね、幕開けでクラウドファンディングのキャンペーンが行われている、身近なものを除菌できる。まあ、こういうご時世なんで、いろいろとウイルスとか細菌とかね、気になってる方が多いと思うんですが、そういった方に向けたプロダクトになります。こちらです。じゃん。UV プラス。これはですね、スマートフォンに挿して、紫外線で除菌できるっていうプロダクトになります。ちょっとね、開けていきましょう。ちっちゃいものなんですけど、箱を見ていきましょうか。UV プラス。白と黒があります。これは、白ですね。すごくちっちゃいやつなんですよね。オープン。そい、出た。こちらが UV プラスです。この UV プラスは iPhone 用のサンダーボルト端子のものと Android スマートフォン用の USB Type-C のものがあります。ここから UV を照射するんですね。使い方至って簡単ですね。お手持ちのスマートフォンに挿すだけ。カチッと挿せば、おお、光った。UV ライトが光って、これで除菌できます。おお、簡単。反対もいけるかな?よいしょ。うん、どっちに刺しても大丈夫。これで気になるものを除菌するんですよね。例えば今だとマスクとか、外出先のドアノブとかね、何でもこう除菌するといいかもしれませんね。で、このプロダクトがスマートフォンに挿して使うっていうところがミソだそうで、バッテリーが入っていないちっちゃなものになりますよね。それっていうのは充電のし忘れとか、これ自体のバッテリー切れっていうことをなくして、スマートフォンに挿せば使えるっていう状態になるっていうのがスマホに挿して使うメリットだそうです。じゃあですね、クラウドファンディングのキャンペーンのページを見て、どんなプロダクトか詳しく特徴を見ていきたいと思います。はい、こちらが幕開けのクラウドファンディングのページになります。スマホに挿すだけ簡単 99% 除菌、マスクや身近なものをピカッと 99% 除菌、軽量小型どこでもスマホに挿すだけで除菌可能、アルコールとか薬物を使わないので残留物がゼロ、より安心な除菌ということです。たった 4g なので携帯するにはすごくいいですよね。悪くてね、逆になくさないように気をつけなきゃいけないっていうぐらい UV 除菌なので安全だし、半永久的に使えるので、そのあたりもすごくいいところですよね。一号半分にカットして、一方には UV ライトを照射して、もう一方はそのまま放置した。こちらの実験では時間が経過するごとに、照射しなかった方にはカビが発生して、 UV ライトを照射した方はカビが生えなかったっていう、こういう実験もなんかされてますね。あとはマスクとか財布、メガネ、買い物カート、コップ、幼児用品、歯ブラシとか、よく触れるもの、それから場所なんかを気軽に除菌できるっていうのはすごくいいと思います。こういう時計とかね、あとは外出先のトイレとかドアノブとか、気になるところをね、素早くパッと除菌できる。注意書きが書いてありますけど、第三者機関の検査によって除菌効果を実証済みということです。すべての菌、ウイルスを取り除く、または抑えるわけではありませんという注意書きもあります。こんなお悩みありませんかということで、公共の場所の衛生環境が気になる、外出時手軽に除菌できるアイテムはないか、近年の社会情勢によって簡単にウイルス対策できるアイテムが欲しい、こういった悩みを解決できるプロダクトだそうです。まあ特に今なんかはね、ウイルスすごく怖い時期なんで、こういうのを求めてる方も多いのかなと思うんですけど、本当にウイルスは目に見えませんからね。うん。まあ、あんまりね、何でもかんでも怖がってると良くないけど、しっかりと気をつけて、特に口に入れるものとか、粘膜に触れるようなことがある場合には、やっぱ除菌とかしたいなっていうのはまあ、思いますよね。あとは日常的に使ってる、こういうマスクね。使い捨てじゃないマスク、まあ使い捨てのものでもいいと思うんですけど、マスクを除菌してから使うとかっていうのもいいかもしれませんね。UV プラスとウェットティッシュ、アルコールスプレーを比較したこういった表もありますんで、気になる方見てみてください。第三者機関によって実証済みなのは 99.93% の除菌効果が、実証済みということですね。 UV 照射は菌との距離が遠いほど効果が減少するということは、この UV ライトを近づければ近づけるほど除菌効果は高くなるそうです。こうやって離すと弱い。こうやって近づければその分強くなるそうです。だからしっかり除菌したいところはすごく近くに当ててやったらいいのかもしれませんね。はい。またですね、この UV プラスの起案者の方はですね、今夏にちょうどいいアイスシルクマスクというのもクラウドファンディングのキャンペーンを行っているそうで、これもね、サンプルちょっと送っていただいたんで、一緒にちょっと紹介したいなと思うんですけど、これ何回も使える、ひんやりする、まあ夏に向けたね、マスクなんですけど、これも幕開けでキャンペーン行われているので、気になる方は一緒にチェックしてみてください。いろいろと例が載ってますが、こうやってね、キーボードに照射したり、
外出先の、まあ、カフェとかで出てくるようなコップとかね、取っ手とかもいいかもしれませんね。そういったところを UV 除菌する。こんなアクセサリーとか食べ物、お化粧ポーチの中とかね、自分の持ち物で気になるものがあれば、こうやって除菌できるということですね。残留物がないので、赤ちゃんとかね、子供が使うようなもの、直接口に入れるようなものにも最適かもしれませんね、UV 除菌は。ずらーっと写真が載ってますが、マスク、それからエレベーターのボタン、あ、こういうのも気になる人はいるかもしれない。ドアノブでしょ?自動車のハンドルとか、リモコン、ショッピングカートとかね、ペンもそうだし、イヤホンとか時計、靴、財布、タンブラー、電気のスイッチとかね、もうあらゆるところ気になるところがあれば除菌してみてもいいかもしれませんね。商品の仕様を見てみましょう。あー、なるほど。カラーはホワイトとブラックがあるんですが、 iPhone 用がホワイト、 Android 用がブラックになるみたいです。サイズが縦が 32mm、 横幅が 18mm、 厚さが 7mm だそうです。そんで、バッテリーは非搭載で、スマホに挿せば使えるということですね。はい、ということで今日はですね、 UV プラスという紫外線を使った除菌ができるコンパクトなプロダクトをご紹介しました。気になる方がいたら説明欄のリンクから幕開けのサイトチェックしてみてください。なんかね、このひんやりするマスクは結構気になってる方がいるみたいで、もうクラウドファンディングで1200万円以上、はい、支援を集めてるそうなんで、これも一緒に気になる方がいたらチェックしてみてください。またこういったクラウドファンディングの面白いプロダクトとか、まあ今このご時世でお役に立つようなアイテムとか、あればご紹介していきたいと思いますんで、よかったらチャンネル登録して次回以降の動画を見てください。 SNS の情報も説明欄に載せてますんで、よかったらチェックしてフォローしてみてください。さよならー。